いやーマジ疲れましたね。じゃあコウタさん、出身どこでしたっけ。出身は千葉です。千葉県、どの辺ですか。千葉、千葉の九十九里の方。海、海。じゃあもう海の男だ。オカサーファーです。オカサーファーだね。じゃあよくサーフィンとかやるんですか。全然サーフィンはやらないんだ。全然。九十九里いて、でもサッカーに目覚めて。まあそうですね。いいね。バーモスエラガー。サッカーも幸せですね。これだけ選んでもらえて。ね、この人適当でしょ。なんで今回エルアガー。確かにいいね。いいね。あのモンスターがね、モンスターね、モンスターに誘っていただいて、俺も結構2年ぐらい誘ったの。いや確かに。ずっとラブコーラ送ってた。ちょっと去年は2部でやってまして、ちょうど解散するって話だったんで、で呼んでもらって入ったんですけど、ちょっとすごい基準値がね。ちょっとおじさんには辛いけど頑張ります。言うて若い、まだ31とか。3です。まだ3なんでね。こっからですよ。こっから。年齢なんて、年齢は数字でしかないんで。まあそうだね、うん、そうだね。日々ね、はい、積み重ねてコンディション上げていきます。なんか座右の銘とかある。座右の銘ないです。ちょっと無茶な質問だった。座右の銘ないです。はい、やっていきましょう。本当に最後、じゃあ注目選手ということでね、今日ね長谷川選手の特集でした、はい、ぜひね、背番号12番長谷川浩太選手注目してください。では、チャオ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。